新聞を見ながらのフリートークということで、フリートーク、完全に、武田さん、武田様が、YouTube の武田なんとかさんが、新聞を見ながら言ってますけど、毎日やってますけど、慶応の先生なんだと思います。明治天皇のやしゃぶって言ってました。うちのおじいさんの御大家は、神武天皇のお兄さんの家系なんですよね。ただ、血縁関係ないと思いますよ。大体神話が嘘ですから。神話は最初のは嘘。熊健吾さんってあれですよ。栄光学園ですよね。養老先生と同じ。この間近くに大船の栄光学園。広川信孝先生。東大医学部です。3人と。瀬山真理子さんのお父さん。瀬山洋介先生。江口洋介先生。6つの世界遺産観光、エーザイ、アステラス、思い出しますね。今、僕は動画を作ることで、高田文夫先生の松本明子、ビバリヒルズ。アッコさんも頑張るな、高田文夫先生も、ビバリヒルズ、この放送で毎日やってるのに。いいね、テレビ、テレビ出ない感じ、いいなぁ。僕もですけど、高田の方は、僕も住んでいた高田の方は、ヒアリが発見された、奥原さん、バドミントンで頑張っています。本田智子さんに似ていると噂が聞きます。廃炉を巡る議論。ハガキ台の大きさで振り込むんですよ。まあ、失言は勘弁してほしいと思います。失言、暴言でいちいち追及されてた。失言、暴言はお詫びします。いちいち追及しないです。積み立てて投資がちょうどあるとか、アクセスの検索。写真を見ながら感想を述べるうち、炭素、タス、ラトビアとかね、研究してみたいです。ラトビアとか研究してみたい。亀山さん、亀山方式で、福岡国際マラソンってのは、天使ランナー、天使自転車ランナー、よくこんな女子ゴルフまで関心があるなって思うんですけどね、新聞記者の人はよくこんな女子ゴルフまで調べるなって、そんなゴルフを好きかな、嫌いじゃないです。寒すぎるっていうのがあるんですし、キャッシュレス、キャッシュレス社会嫌ですね。キャッシュレス、スマホ持ってないとか、キャッシュレス、フランスのスポーツクライミングすごいね。吉本 SDGs、 ケーラーさん、子供が SNS で事件に巻き込まれない。子供はスマホ持って大丈夫なんですかね。心配でしょうがない。変な YouTube、 僕の YouTube を見てないでしょうね。変な YouTube にはまらないので、僕のようなブクブク、私の平和あり、サステナビリティがあり。
昔京都奈良は5、6回行って行きました。1回しか行けない、共有がないって言われますけどね。
ダーディース、7割囲碁界、将棋は好きなんですけど囲碁はあまりやった囲碁はあまりやったやってないですね。申し訳ないですけど共有がない。セーター、最近着てないですね、セーター。もう、スペイン、合格、フリアランス、アイアン7本線、ゴルフバッグにガス錠入れて、行きたいですね。あれは、狩りがしてる。シリア侵攻の米軍のトップだと思いますけどね、マネックス手数料もまた自転車で金額がありますけどね、国際カップセンター試験、の日に入ってました。連動部屋ヒアリー定着組で重要であります。 HTBB スラッシュアワタ大黒柱、東京スカイツリーの形を覚えない、作り方を覚えないといけない。医薬品の作り方で知っとかないといけないな。個人日の丸を手に志村ひなこさん、ゴルフシード選手鈴木愛さんが1番なんです。渋野さんは2番なんですね。ビンホールです。OK なんですけど、シード選手、あと3回、札幌に出たか、札幌いいですね。札幌に行って、スキー行きたい。スキー行きたい。松井さんの海外資格、長松フェア。長松屋さん、好きで、ちょい乗り、うちの時間ですね。いいな、センサーさんにガスを入れない。だから、入る事業を組んで、経営げたって感じ。まあ、それを取ってまして、ね、気持ち悪いと。SNS やりたいですね。ブロードウェイ、ブロードウェイは行ったことないですね。行きたい、ニューヨーク、ブロードウェイ、小泉、横須賀の基地を計画したいですね。
昔は笹子とってなんか知らなかったんですよ。最近まで知ってる仏と地理に詳しい、サッカーフットボール、笹目通りはしょっちゅう、笹目橋はしょっちゅう、笹目橋はしょっちゅう通ります。17号バイパス、中線道のバイパス、操作の OS 式アミネアリネ、そういうの経済新聞だから、明大兄弟ライバルの時代に進化する。結構年代にアンケートチャンス舞台に、よしレブラに行ってきた台風川越で震災、僕の話ですかね。川越で見回りましたね。琉球山の面が出ますね。武装相場の新加坡の話ですね。日本ビーチサッカーワールドカップ、ラモスリース監督、僕はエコシスなんですけど、アンスパですけどね、ベイエフェムの未来ゲーム、アンスパですね、4社、ヒエマ選手、マザーの競争マザーの東京都市内のオペーションが新しい環境に変わると、アンスパです。QR コード、あまり使わないですけど、QR コード。ピョンチャンオリンピック代表、社交、オリックスに渡辺、オリックスの渡辺なんとかさ、本当はそうですね。TNFC で、ピョンチャンオリンピック、渡辺さん。あの有名な渡辺さんじゃない、先生の人じゃない、先生職員、そういえば高梨沙羅さん見ませんね、最近どうやってなんでしょうね。加藤屋パンツか、協会、協会あったんですね。クレジット、エコの街並み、ライオン株式会社、ガリレーに特定しましたので、スマホ、トーク、エプソンのカラプリント、カラリオをどうぞお願いします。よく、NBA が盛り上がって、靴、今年買った靴は、安全靴が良かったですね。防水仕様だから、防水だったから、洪水の水浸しのところに行っても死になかったし、ダンロップの安全靴は今年買ったので良かったです。